はいどうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回は東京のど真ん中、虎ノ門ヒルズの目の前にやってきました。そしてここで何やら日本代表のサッカー選手、そして J リーガーとかプロのサッカー選手が通うこのねフィットネスジムあるみたいなんで、今日は僕体験しにやってきました。早速中入っていきましょう。はい、というわけで、今回やってきました。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします、スパイクマスター小平と申します。はい、トレーナーの神田です。あ、今日お願いします。よろしくお願いします。こちらのなんていうかジムといいますか、はい、の説明といいますか、そういうのをちょっとしてもらってもいいですか。このジムは、はい、鍛えるクロスフィット虎ノ門って言って、まあ、皆さん鍛えるって呼んでくださってるんですけど、はい、クロスフィットとあとはそれ以外にアスリートのパーソナルトレーニングとかアスリートのケアっていうのを、まあ、一緒にやってるっていう風なジムでして、まあ、クロスフィットを通常のお客さんはここに来たりするんですけど、はい、まあ、アスリートの海外の、所属する、まあ、日本代表選手だったり、あとはあのプロの、まあ、J リーガーの方だったりっていうのがあのチーム練習終わった後にここに来てトレーニングとか。いやすごいな。ちょっとじゃあ今日は、ちょっと僕こう体を見てもらいたいなみたいなちょっと あったりとか、あとなんかこうクロスフィットとか含めてのちょっと体験したいなってことで、ちょっと今回お伺いさせていただいたんですけど、ぜひちょっとなんかいろいろ見てもらってもいいですか。僕、はい、まずあの今日体の方をチェックしてから、今日はじゃあちょっと弱点のところをちょっとあの補っていくようなメニューをちょっと、まあ、アスリートもやってるようなメニューも何個か入れて、どこまでできるかなっていうのをチェックさせていただきたいと思います。はい、ぜひもうバシバシ入れていただいて大丈夫なんで、はい、お願いします。よろしくお願いします。マジでテンション上がってます。いやちょっとやっていきましょうね。はい、まあ、というわけでトレーニング後もこうやって、はい、あの笑えるぐらいの体力余ったらいいと思います。やべやべ、ちょっとそれは。じゃあそれでは、はい、僕の何ていうんですか、アライメントといいますか、はい、なんかいろいろ見ていただいて、はい、はい、どうしよう。日頃治療とか受けた理由はしてない。あんまないですか。あ、じゃあ今日はもうバリバリ見ていこうと思います。どうか向き合ってもらって。ここら辺まで体感しちゃった。なんていうんですか、新鮮な気持ちっすね、今。で、こっからでも、すごい弱点をもうすぐ教えてもらったんで、僕もなんか言われたのあったんで、こっちの方がなんかこう、掘りやすいなみたいな、はい、ここら辺もなんか硬いんじゃないかみたいな。なんか、グロインペイントはいかないんですけど、なんかちょっと股関節が軽く痛くなったりとかもあったんで、いや、ちょっと、まあ、弱点を見抜かれて、ちょっとまあ、悲しい気持ちあるんですけど、ただここからなんかやっていけば、もちろんもちろん、ちょっと楽しい感じになる可能性もあるんですね。はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ行きますか、ジムを、はい、お願いします。はい、というわけで、はい、ここから僕の弱点をなんか補うトレーニングというか、そうです、というか、はい、っていうのをちょっと教えていただいてもいいですか。はい、はい、まず体を見させてもらった中で、はい、まずは、まあ、パソコン作業が、まあ、今多いってことなんで、まあ、この肩周りの前の、まあ、背中周りが張ってて、あとは大胸筋周りも立ってるんで、少しこう肩が気が入ってる感じがするので、まずはそれをしっかりこの上の部分をしっかりストレッチかけてあげると、あとはこの利き足の腸腰筋かな、ここがまず硬くなってるんで、まあそこをしっかりストレッチかけたいのと、あとはこの外側のこのお尻の外側を中心にしたところと、あとこの右腰かな、右腰からつながってるこの内側のお尻の部分、仙腸関節のところなんですけど、ちょっとそこら辺のポイントを、意識しながら、この弱ってるこのお尻の外側とこのお尻の筋肉の補強、あとはこの胸周りと腸腰筋のちょっと固まってる部分を伸ばしてあげるっていうのを今日はまずやっていきたいと思うので、まずですね、はい、はい、それでは始めていきましょう。ちょっと姿勢が猫背になったら引いてます。OK、 やべえ、マジできつい。そこから立ち上げて、まあなんかすごい、ちょっと俺ちょっとプロなんかすごいやテンションも上がりました。いやでも本当に今日よくできてたと思います。いい体験だったなって感じですね。ありがとうございました。
はい、というわけで、本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。いやー、本当楽しかったです。いやー、でもちょっと課題多いっすね。課題そうっすね。ちょっともう少しやらないと、この辺が、はい、ちょっとスパイクマイスターとしては、ちょっとまだまだ、あれですね、鍛えるとこ多いなと思って、みんなに、学生たちにしっかりスパイクの良さを伝えるんであれば、はい、もっとより体を、機能を良くした方が、より体のその、スパイクの感覚を伝えれるかもしれないんで。そうっすよね。教えてもらったんで、家で、はい、多分、まあ、最後のはちょっと難しいかもしれないけど、はい、まあ、他のストレッチとか多分家でやると思うし、はい、できると思う。で、僕ももちろんここに、こう、通いたいなみたいなちょっと思ったんですけど、なかなかこう、ここに、ま、こう来るとなんか難しいかなみたいな、まあね。都内のど真ん中に来るのはなかなか大変ですもんね。で多分、劇場結構中高生が見ていただいてるんですけど、うん、はい、結構こう全国の中高生とかもここにこう来てこのサービス実際に受けるっていうのがなんかこう難しいかなとか、まあ、部活とかあったりするとなかなか時間も取れなかったりするかもしれないですもんね。はい、なので今回は家の中でできる中高生のこうサッカープレイヤー向けのストレッチだったりトレーニングをちょっと神田さんになんかちょっと考えていただけないかなと思いまして、どうですか？あら、急にどうですか？ちょっとそれなんか神田さんに教えてもらったらすごい YouTube で家に見ながら全国の中高生のトレーニングできるかなと思って、でそれがまた見てそれでパフォーマンスアップにつながれば日本サッカー界のレベルアップにつながるかなみたいなちょっとあるんですけど、どうですか？わかりました。あ、やったりましょう。本当にですか？いや、わかりました。ちょっと急なんで、はい、全然準備してないんですけど今から考えます。ちょっと、はい、そうですね、まあ、アスリートがやっぱり普段こう受けてるパーソナルトレーニングをちょっとこう中高生向けにアレンジしていただけるみたいな感じなんですね。そうですね、今頭の中に動いて今の、まあ、今日教えたような流れじゃないですけど、その柔軟性じゃないですけど、そういう可動性を高めて、で安定性高めて、機能性を高めて、で最後は出発的なとか爆発的なみたいな、そういう流れで育成年代は体のトータル的なバランスを鍛えてあげた方がその土台が広くなるんで、何かに特化するってよりは土台を広くしてあげた方がその後のキャリアの中でこう厚みが増していくというかがあると思うんで、ちょっと考えさせてください。そうですね、ちょっと考えていただいて、ちょっとじゃあまたぜひ、はい、それじゃあ今後続いていくっていうところですかね、その企画がひょっとしたら。はい、よっしゃ。じゃあちょっと、皆さんぜひそれお楽しみにしてください。というわけで今回スパイクマイスター浩平とトレーナーの神田でお送りしました。お送りしました。これからも神田式トレーニングメソッド、はいはい、動画企画続いていきますんで乞うご期待ということで、まずは、さっき言った最初のポイントは肩の肩から手首まで一直線、はい、でもう一個はこの骨盤の出っ張りから膝までが一直線、もうちょっと膝前にしましょう、はい、で今度は頭からお尻までを一直線にしたいんで、はい、まず骨盤ちょっと前傾気味、はい、で肩甲骨ちょっと中間、そうです。これで今四つん這いでも安定してるポジション、これがニュートラルポジションにしたいんです、はい、日常生活基本的にはこの四つん這いでトレーニングって結構あるんで、これが崩れてる時点で背中の感覚がないです。自分の頭からお尻まで一直線の感覚をまずしっかり四つん這いから掴みたいです。でここから全てはスタート、はい、でここからまずは左足を後ろに下げましょう。こうですね。そうです。でこの時左手をスーッて伸びながらこうです、ね、でこの肘が曲がらないようにしながら伸ばし、で膝がこう内側に入るとこのお尻がストレッチかかると思うんで、あーめっちゃ伸びてます、ね、はい、でこれでまずは3秒ぐらいこの脇の部分、ここ、うん、ここが伸びる感覚はありますか？ここがここですね。あ、はい、ここが伸びる感覚が掴んで、でそうするとこの腰からこの腕までついてる筋肉、広背筋っていうところが伸びるんで、でこれが固まると姿勢が猫背になったりっていうのもあるんで、ここをまずしっかり伸ばしてお尻もしっかり捉えます。そしたら上体立ち上げましょう。で踏み込みを手首のラインまで踏み込みます。この手首のラインまで一緒ぐらいですね、はい、この辺に常にそこに踏み込む。で上体立ち上げましょう。スッ
状態で手離して状態で立ち上げます、はい、そうするとこの右の腸腰筋伸びる感じじゃないですか、はい、立ってる、はい、でこの時にポイントが腸腰筋筋肉っていうのは縮んで伸びるってこの動作をしてあげる方がより数値効果あるんで手頭の方にしましょう。でへそを押し出しながらひねる。あすごい。でこの時に猫背にならず胸張れましょう。うわーすげえ。でもう一回戻して縮めてもう一回伸ばしながらひねる。でこの時猫背にならないかって立ち上げて。あこれむずい。はいもう一回そこからひねる。OK です。そしたら手つきましょう。また最初と一緒のポジション。はいそこから後ろに足下げて左手伸ばす伸ばす。そうここ伸ばす。肘が曲がらないようにしてあげるとこの広背筋より伸ばす。あとお尻がストレッチできると思うんで、これもうこの動作だけでお尻と上半身一気にストレッチができるんでめちゃめちゃ効果的です。そしたらもう一回踏み込み同じポジション手首のラインまでしっかり踏み込んでこのストライドがしっかりできるようにしましょう。で上体立ち上げて手頭の後ろで押し込みながらひねる。そうそうするとここのストレッチが捉えれるはずだから。はいあと2回いきましょう。2そう、はい、ラスト3回目、3OK です。よいしょ。悪い姿勢の時はこれが前かがみになってこういう風になると全然伸びないんでここが全然伸びてない状況になるんで必ずこう立ち上げてやるのがポイントですね。あと膝がこうグラグラいくんでこのポジションも安定させるのもポイントですね。ここが塊で骨盤がこう前かがみにこうグーって前傾してるんでそうすると腰にも腰痛も出てくるんでまずここをしっかり毎日弱点なんで伸ばしてあげるのが大事です。いやー本当なんか効きましたねこの辺にかなりこう伸びた感じがありました。そしたら次2種目目いきたいと思います。い2種目目は、腰痛が出るって言ってたんで、まあ、背中のこの外側、はい、右側のここら辺がもう今怪しいんですよ。日常生活でなかなか使わないからここが固まりやすくなるんでここをやりたいと思います。はい、まずはさっき言った、肩の下に手首でこの骨盤の下に、最初膝開いた状態で四つん這い作りましょう。骨盤の下に膝でこれで背中の感覚もしっかり使う。ここの肩がこうギュッて上がるポイントは注意します。グッて一回 これはなしです。あ、はい、こうすると本来やりたいあのメニューとは違った場所が使われちゃうので、はい、まず必ずグッて押さえそうです。で、この背中の感覚でしっかりいい姿勢を取ってから膝くっつけます。はい、このポジションができたらそしたらこっち側に最初倒してあげましょう。はい、そうするとこっち側で骨盤がこっちが縮む、こっち側伸びるっていうか、はい、そしたら今度逆で、めっちゃなんかあれ見た目よりも難しいです。で、これでここに倒れたらダメなんですよね。はい、倒れたらダメ。そこで止めます。ギリギリストレッチかかるぐらいは止める。この腕が震えてきたりするんですけど、はい、で戻してあげて慣れてきたら少しテンポよく位置振ってあげる。今度逆に振ってあげる。背中立てたままの意識で。そうです。3、4、そう。この反対、この脇が伸びる感覚とこっち縮まってる感覚があります。あ、はい、これが大事です。特にあの座業とかパソコン業務多いとここら辺張ってくるんで必ずこういうのやった方がいいと思います。これめっちゃ効きますね。今の2つのメニューでこの股関節前とでこの腰ストレッチかけて立った時のここら辺がスッキリする感じが、腰と股関節周りっていうのがスッキリする感じがある。ちょっとこう重みが取れたみたいな感覚ですかね。なんかこう動かしやすいみたいな、はい、まずは動きを良くするのが最初です。最初でこっから安定性と、はい、あとは機能的なちょっと動かし方にちょっとあと1種目は安定性と機能性に発展しようと思う。です。じゃあ次の安定性のメニューにちょっと行きましょうか、はい、3つ目のトレーニングはその安定性のメニューなんですけど、はい、このチューブとあとこのポールをちょっと少しちょっと使ってやってみたいと思います、はい、このポールを使ってみんなが同じ姿勢になるようにっていう条件をちょっと使ってやってみようと思うんで、それができてからこのチューブ使います。はい、そのためのこのポール、そのためのやつです。そのためのやつ、了解です。ポールが地面と平行になる、ポールが地面と平行になるのが最初の条件で、もう一個が肩すぼめにならずに後頭部と肩甲骨の間入れたいんで肩甲骨もう少し寄せましょう。で肩足下見る。そうで、お尻がもうちょっとだけこうですね。はい、このポジションだと後頭部肩甲骨のお尻が上がってる。で腰が2縦指3分入らない、この姿勢が共通の姿勢です。
そうするともうすぐここの腕とか震えてきたりするんですけど、これがまず最初で、外した状態でもこれを維持したい、はい、で、これが安定した姿勢で、で、これが肩甲骨の本来置いておきたいポジションですっていう3つの条件をしっかり合わせればみんなが共通の姿勢でできるっていうので、自分が楽な姿勢でやらないっていう風なのを最初作りたいと思います。あ、そうです。すぐ取れるようになる。で、太ももに入れましょう。太もも OK です。はい、これでこのポジション維持したまま膝つきましょう、地面に。で、かかと上げましょう。つま先離して、はい、このポジションでお尻からこの地面と平行ってポジションまで意識したままやりたい。膝もうちょっと後ろ下げますか。はい、 OK です。このポジションを意識したまま、この今度はお尻の脇腹とお尻を連動させたいんで、ここで膝を外に。で、この時にかかとがこう内側入らない。この膝と同じラインで入っていく。で、このまま戻す。今度反対も。この時にこのかかとのポジション崩れない。はい、ここまで行きたい。はい、戻す。はい。これあと4回行きましょう。はい、ここ脇腹とここ使って、お尻使って。はい、戻して。はい、この崩れない。はい、ここ お腹落ちない。はい。そう、はい、戻して、ラスト2回膝、そう、これ斜めならここのポジション、はい、戻して、きつい、はい、ラスト、この時にかかとが内側入るんじゃなくてこのポジションでいきたい。 OK です。はい、レストで、すげえ、やべえ、マジできつい。これが安定性を作りながらお尻の機能を高める。いや、ちょっと汗かきましたね。こう今のはきつかったな。第4種目目どうなるかちょっとビビってますけど、はい、4種目目これは少し、まあ、強さというかストレングスというで、まあ、バランスとか、はい、まあ、もしくはそうですね、まあ、なんていうちょっと、まあ、瞬発的なイメージもちょっとつくようなメニューをやってみようと思うので、はい、了解です。はい、よし、やってみます。はい、じゃあまずは、はい、このボックスから足3足分ぐらい離れましょう。はい、そしたらこのケトルベルを右肩にこの鎖骨の上ぐらいに乗せるイメージで、イメージ、はい、イメージ、了解です。はい、これが窮屈にならないで、脇はちょっと締めてあげるぐらい、はい、そのポイントで、そこから右足、同じケトルベルと持ってる方を踏み込みましょう。はい、で、そこから真上に立ち上がってこのケトルベルを押し上げます。はい、押し上げて、はい、で、これで腕から足までまっすぐの感覚を、で、こっち側を脇腹に寄せるって意味です。こっち側伸ばす。そしたらもう一回下げて、はい、で、戻しましょう。はい、もう一回行きましょう。はい、1、そこから立ち上げて真上。ここでポイントはよく多いのがこのハムストリングスにスイッチが入ってこういう風になったり、はい、今なってました、はい、もしくは足首が捻挫癖ある選手はこうやってつま先ダウンしちゃうんで、これを意識してここまでポイント、ここまで、はい、ここに持ってきたい。ここで安定性保ちたい。なるほど。で、もう一回戻しましょう。はい、バン、そう、あ、もう一回踏み込んで1で2でここまで、で、ハムじゃない、そうで、つま先立ち上げてここで腰反らずお腹力入れて伸ばす。なるほど。あ、もう一回、うラスト1回にしよう。すごい。はい、そこまで意識してやる。1、2、はい、そう、このポジションでしっかりお腹使って、で、お尻もしっかりスイッチ入れて肘曲げない。で、もう一回戻してあげよう。はい、1、 OK です。段階を増えてやったんで多分うまくいったのかなと思います。なんかこれ何もなしでこれやったら多分もうグラグラしたりとか多分してたんじゃないかなと思います。例えば安定性だけやればいいっていうわけじゃないし、はい、じゃあもうヨガみたいなずっとこうストレッチだけやってればいい、でこういうのだけやってればいいってわけじゃなくて、まずはトレーニングの中で自分の弱いところをしっかり認識する。そこから動き作りする、安定性で使えるようにする、でそれを実際に今度動かしてみるっていう4段階でトレーニングしていくと、最後の動作が機能的にできるというか、トレーニングが全部つながっている。だから好きなものだけやればいいってわけじゃなくて、このトレーニングを効率的によりコントロールした状態にやるために最初の 1,2,3 種目があるってことなんで、どれかが歯抜けになっちゃダメ、